ミニーマウスはミッキーマウスの永遠のガールフレンドとして登場するディズニーアニメのキャラクター。頭にはチャームポイントとも言える大きなリボン、それとコーディネートされたワンピースやドレスを着用し大きめの靴を履いているスタイルが定番。デビューからしばらくはスカート姿に一輪の花を刺した帽子をかぶって登場することが多かった。 1928年11月18日公開の蒸気船ウィリーでスクリーンデビュー。しかし厳密には同年5月15日に試写されたサイレント映画プレーンクレイジー他ですでにミッキーと共演している。プレーンクレイジーを含むデビュー前の2作は蒸気船ウィリー公開後にトーキーで公開されている。ミニーを主人公にした アニメシリーズは少ないが70を超える作品にミッキーマウスやプルートなどのキャラクターと共に出演している。また、1929年8月28日公開のミッキーのフォーリーズにて披露されたミニーのテーマソングミニーの夕風はディズニーの短編映画中で使われた曲でも初めて明確な歌詞が付けられたものであり、世界初のアニメソングとされている。 誰よりもミッキーマウスを大切に思っている女の子で他の誰かが自分にアプローチしてもミッキーが好きなのと言ってきっぱり断るほどおしゃれが大好きで感受性も豊か歌やダンスも得意である親切で思いやりもあるので友達も多い人気者である時に気が強い場面もある一番の親友はドナルドダックの恋人のデイジーダックで一緒に ショッピングに出かけたりして遊んでいる。幼馴染みのモーティマーマウスは、ミニーのことが好きで、ミッキーの恋のライバル。孤児であり、出演した作品に、両親や兄弟が登場するシーンはない。コミックストリップには、おじにモーティマーマウス、双子の名ミリーマウスとメロディマウスが登場している。ミニーの正確な誕生日は明らかにされていない。しかし、ディズニー・ジュニア CH では、 ミニーの誕生日を11月18日として特集番組を放送している。フィフという名の飼い犬がいる。フィフとミッキーの飼い犬プルートとの間には5匹の子犬がいる。またミニーがプルートを飼ったこともある。フィガロという名の飼い猫がいる。このフィガロは元はピノキオにてゼペットの飼い猫として登場していたキャラクターである。フィガロはフィガロの短編映画シリーズとして スピンオフ作品が制作されている。1942年1月19日から同年5月2日まで出版されていた漫画雑誌ザ・グリームの中の作品にはミネルバ・マウスとして名前が紹介されている。これをもってミニーマウスの本名はミネルバ・マウスとする説もあるが公式にはミニーマウスという名前のみが登録されている。ありがとうございます。